ちょっと僕の YouTube なんですけど、まあリセットするというか、自分の考え方をリセットするって感じですかね。まあ前から何回も言っていますが、YouTube って、他の YouTuber もそうですけど、広告収入が落ちてるんですね。僕が一番良かった時ってのやって1年ちょっとぐらいですかね。そのあたりはもうこれは余裕だなぐらいにあったんですかね。でも、もうその時の半分ぐらいにはなってるんで、で、しかもその何ですか、僕が始めたら4年ぐらい前です。4年ぐらい前って、まあ、YouTube が割と一番認知されて、始める人が多くなった時期ですかね。まあ、それまでの、ヒカキンの始めですか、まあ、東海オンエアだったりとか、まあ、はじめ社長だったりとか、まあ、まあ、有名なね、YouTuber のすげえ人気のあるっていう人が出てきて、その人たちが、フィッシャーズなんかもそうだけど、いわゆる成金みたいな感じになってて、ああ、こんな儲かんだな、みたいな感じのところがあって、始める人間が多かった。だから、多様化してきましたね、僕が始めた頃っていうのは、ヘズマリュウなんかもいたし、一番最初は本当に、ヒカキンフォロワーみたいにね、子供受けみたいなところから、YouTube が浸透してきて、大人も見るようになってきてっていうところがあったんで、今までのその、ただ、まあみんなで鬼ごっこしたりとか、激辛な焼きそば食ったりとか、あるいはなんかスライムの風呂入ったりとか、なんかそういうところから、その子供受けからちょっと多様化してきた、知識系に入ってきたって感じで、今はほぼ知識系の方が多いんじゃないのかなと。思うんですけど、あとまあ有名人が参入しすぎてんのかなっていう感じがあって、分散されてるんですよね。そうなると僕のような、素人 YouTuber っていうのはなかなかね、埋もれてしまうところがあるんで、いろいろと考え方をリセットしなきゃいけないなっていう中で、まあ他の人もやってるんでしょうけど、僕は、メンバーシップっていうのを始めたっていうことです。まだ単純に広告収入で、動画をバンとやってみてくださいっていうじゃなくて、複合的に、まあ例えば僕を応援する方がもしいるのであれば、の応援する方に向けて、の動画も、出しますので、そこはじゃあ月額で見てくださいと、メンバーシップになってみてください。もしくは、サンクスっていうの機能も、ね、教えられてやったんですが、僕はライブ配信だと、スーパーチャっていうのがあると思うんですけど、動画だとサンクスっていうのが YouTube があって、そのサンクスで、その動画が良かったら、まあ、100円でも200円でも入れてくれると嬉しいなとか、そういうね、広告収入、その動画を見てくれるっていう、もちろんね、その動画を全部見てくれて、チャンネル登録をしていただけてるってことはもう、この上なく助かるんですが、プラスアルファでね、ぜひ僕の YouTube の、YouTuber としての、今後ね、応援してくれる方が、もう50代半ばなんですが、もうそれが還暦になって60代、70代になるまで僕はなんとか続けていけたら嬉しいなと思ってるし、なんかもっともっと YouTube で広がる世界ってないのかなというふうに思ってますので、僕一人で作っていくというよりは皆さんと一緒に作っていくようにしたいなっていうのが、そういう面で、ね、考え方をリセットしたいなっていうところ。なのでメンバーシップという部分にぜひ登録してほしいなというところですかね。あと、まあ前々からやってるように LINE もね、ぜひ僕と直でつながるので LINE と通常のまあ YouTube、そして LINE と直でつながりましょう。あとはメンバーシップでそのメンバーになった人だけ見れるような動画も増やしていきたいんです。今、ね、試しにやってみて、今2週間経つのかな ?14 日ぐらい経つんですかね。1日1本はメンバーシップ専用の上げてるんですが、今のところね、ぶっちゃけ入ってくれたのが27人入ってるんですよ。27人ほど入っていただけてるんですね。もっともっと増やしていきたいなと。100人になったら、メンバーシップだけでのライブ配信をしたいなというのが目標で今やっております。コミュニティっていうところを見て押していただいて、チャンネル登録すればコミュニティ出てくるとか、そのコミュニティを押してもらったところに僕のまた QR を貼っておきますので直でつながるので、それこうプラスメンバーシップなど、そしてサンクスなんかも使っていただけたら僕も末永く続けていきたいなと。いや皆さんでね、
なんとか僕のチャンネルを盛り上げていただけたらなというところをお願いしたいなと思っております。そういう面では気持ちを新たにリセットしてやっていければなと。そう、今日のメンバーシップに関しては、そうですね、久々に竹宗占いっていうのと、もう一個はあのね、誹謗中傷の話でね、フワちゃんがいろいろと問題になってるじゃないですか。それの、まあ、僕が実際誹謗中傷してる人間と会ったっていう話をね、びっくりしたっていう、そういう話をメンバーシップので、まあそういうことで、ぜひ皆さん、なんかなんとかちょいちょい僕はお願いすることはあるかもしれない、お願いだけで申し訳ないんですが、皆さんと共にこの僕のチャンネルを作り上げていけたら嬉しいなと思う次第でございます。